お待たせいたしました。ただいまより2018熊本農業フェアのセレモニーを執り行わせていただきます。まずはじめに農業フェアの主催者を代表いたしまして、熊本農業フェア実行委員会 JA 熊本中央会会長宮本隆之がご挨拶をさせていただきます。皆さんおはようございます。2018熊本農業フェアの開会にあたり、主催者を代表しまして一言ご挨拶申し上げます。本日はこのように多くの皆様ご来場のもと、農業フェアを開催することができましたこと、またご協力を賜りました皆様に対し心から感謝申し上げます。また熊本県農林水産部長の福島誠二様をはじめ、熊本県生活協同組合連合会専務の大谷信弘様には公務ご対応の中ご臨席を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、秋の恒例行事となっておりますこの農業フェアは、生産者が丹精込めて育てた新鮮な農畜産物を消費者の皆様に直接お届けし、 食や農業について理解を深めてもらう出会いの場を提供することを目的に 毎年開催しております。今年も楽しい、おいしい、ワクワクの2日間と題して、県下各地からおいしい旬の農畜産物が手頃な価格で販売されております。また熊本県有機農業研究会の有機フェスタと同時開催となっており、県内農畜産物がより多く出品されておりますので、最後までゆっくりと楽しんでもらいたいと考えております。このほかステージイベントでも、クレヨンしんちゃんやバッテンジョージさんの肥後に若をはじめ、恒例の女性限定米俵担ぎ大会や熊本の農産物が当たるビンゴ大会など盛りだくさんのイベントを用意しております。私たち JA グループの最大の使命は、農業生産を拡大し、安全安心な農畜産物を安定的に皆様の食卓にお届けすることでありますので、引き続き JA グループを挙げて取り組んでまいります。最後に、ご来場の皆様方には、このイベントを通じ、自然の恵みや農業の役割、大切さ、そして生産者との交流を深めていただき、これからの熊本の農業の発展にさらなるご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げ、主催者として挨拶をいたします。2日間よろしくお願いいたします。宮本会長よりご挨拶を申し上げました。続きまして、ご来賓の皆様を代表していただき、お二人よりご祝辞を頂戴いたします。はじめに、熊本県農林水産部長福島誠二様、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました県農林水産部長の福島と申します。今日はですね、営業部長の熊本と一緒に参りました。まずは、この農業フェスタの開催を今度盛大にですね、開催されますことを、心よりお喜び申し上げます。このイベントはですね、もう本当県内有数のイベントで、もう県民の皆様方にもすっかり定着しているイベントだと思います。一緒にご挨拶をしてくれましたくまモンは、ここで公務のため座ってもらいましたが、お許さとなります。くまモン、今日も忙しい中どうもありがとうございました。ね、ちょっと名残惜しくはありますけれども、ここで中座となります。皆さん拍手で送ってあげてください。くまモン、どうもありがとうございました。椅子が置いてて大丈夫ですよ。ありがとうございました。もう一度拍手をお送りください。熊本でした。ありがとうございました。